3連覇の時代にはクローザーを務めましたこの中崎。野村さん、ああいった時代も本当にこのストレートのコントロール、そしてスライダーのコントロール、素晴らしいボールありましたよ ね、 あのスライダーが彼独特のスライダーでしたよね、今コーチやられている石原さんに聞くと、はい、スライダーの曲がりが遅かったと。遅かった。レフトに末金のファインプレー。ここは中崎もグラブを叩いて称えます。いや、前に飛び込んできました。すごいダイブでしたね。いや、そうですね、球場揺れたんじゃないですか。でも、まあ、大柄の、はい、末金ですが、今のはね、ヒットになるのかならないのか。そうですね、正面でいっぱいいっぱいですよ、いいプレーですよね。このプレーです。まさに末金のビッグプレーもありましたけれども、1勝1敗で迎えているこのカード第3戦です。ランナースタート、石原素晴らしい送球、ここも守備でアウトカウントを1つ増やしました。ノイジー低めのボールを打ちました。ショート正面の当たり、ワンアウトです。夢の空振りの三振、黒原タイガース打線三者凡退に切って取りました。その黒原からカープの攻撃始まります。に抑えれば、はい、タイガースからするとすごく嫌でしょうね。そうですよね、今日の試合展開見てるともっと点入っていいのになっていう中で点が入ってないわけですから、それだけカープの投手陣が、まあね、ランナーを貯めても得点を与えてないっていうことが言えるんですけども、追い込まれてからまた一つ自分のスタイルを変えてこのカウントまで持ってきました大山。
じがあります。大きな大きな次の1点、ストレート高く弾んだ打球、ショートやるが前に出てきて一塁送球、アウト。この9回の表、スコアボードにはゼロが入りました。